はい、それではですね、前回買った、こちらのねアヌビアス3種類のやつ、これにね何が入ってるのかちょっと開けてみてみたいと思います。何が入ってるかわかんないですよね。ね、やっぱりね、なんだろう、福袋みたいなのってね、年末年始はこういうのがいいですよね。うん、何言ってんだろう、よくわかんないけど、こういうねサプライズ要素みたいなのがね、やっぱテンション上がってる時にやった方がいいですね。テンション低い時にやっちゃうと、なんかねいいの入ってなくて、あーみたいな、まあ、こんなもんだよなみたいななるんですけど、テンション高い時だと多少変なの入っててもね喜べる。うんね、お正月はなんかそういうのがいいですよね。はい、じゃあ開けてみます。やっ、はい、何が入ってるのかな、名前も書いてないのか、名前も書いてないですね。あ、書いてる、こっちに書いてるから、ちょっと見える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 、よし、ちょ、はい、よし、じゃあね開けてみますか。なんか、なんだろう、7がね、7みたいなのが入ってんだろうなと思ってたんですけど、7じゃないですね、7じゃないっぽいです、葉っぱが。じゃあこれからいきますか。はい、お、アヌビアスミニマってやつですか。ミニマで、ハスティフォリアミニマ、なんだっけ、名前忘れましたけど、なんかありましたね、見た、買おうかなと思ったんですよ、ミニマ自体をね。でもまあこれね、今回はお楽しみ要素が欲しかったんで、こういうものをね頼んでみたんですけど、よかったですね、結果オーライですね、これが来てくれれば。はい、どうですかこれ、ちょっと光の関係で見づらいかもしれないんですけどね、アヌビアスミニマ、これね確かね1ポット750円とかでしたね。これいくらだっけ、1700円なんで、 3ポットで1700円なんで、これ750円だからね、はい、もうね半分近くこの一つでね稼げてますよ、稼げてますって言い方変だけど、まあね、まず一つ目ミニマでした。じゃあ次真ん中いきますか。バルテリー細葉、細葉ですね、バルテリーの細葉らしいです。へえ、普通のバルテリーはもうすでにね、あのコリドラス水槽に入ってるんですが、これは細い葉っぱ、あ、細いわ細いわ、確かにちょっとシャープな感じがしますね、細いですね、なんかね。へえ、これもなんか高そうじゃないですか。ちょっとここ抜けそうになってますけど、まあどうせねポットから外して使うんでいいっす、気にしないですね、いいんじゃないですか、この細葉、バルテリーの細葉、はい、ミニマ細葉、バルテリーの細葉ときまして、最後はなんだこれ、ディグ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 ディラウンドリーフらしいですよ。なんかこれも高そうじゃない普通のバルテリーではないようです。あ、なんか丸いな、葉っぱが丸いわ。これどうすか、ちょっとこれいいじゃん。あ、普通のバルテリーと違うわ、やっぱり葉っぱが丸いですね。もっとねこうシュ、こうなんだろう、シュッてなってる、シュッ、涙型みたいに、この葉っぱをねもっと太くした感じなんですよ、バルテリー普通のね、多分ね、これ全部なんか使ったことないやつ来ましたね。まあバルテリーなんですけど2種類は、でもなんか使ったことない水草ですね。いや、どうしたどうした、やっぱり年末年始なんで、チャームさん、ねだいぶね奮発してますね、これね、絶対これ3ポットバラで買うより安いでしょ。普段だったらね多分ね7、普通の7と、あとゴールデンと、ゴールデン入っちゃえばいい方だと思うんですよ、多分普通の7と、なんかねね、よくあるね7系2種類がね入ってると思うんですよ、多分普通のバルテリーと、あとなんだろう分かんないけど、うん、まあねそんな感じだと思うんですけど、やっぱりね、あの年末じゃねえや、年始だからね、あの奮発してる感じはありますね。ね、いいでしょこれ、どうしようこれ、60センチ7水槽立ち上げようかな。ね、いいの来ましたよ、
ありがとうございます。はい。まあね、そんな感じで、アンビアスちょっとね、開封してみました。はい。